トレッド症候群ゲーム実況者の初恋です。トレッド症候群とは、無意識に鼻息、咳払い、下品な言葉、まあ、私の場合汚い言葉の症状とかでお現象まああのね、無意識に女性器とかね、わいせつな言葉、誹謗中傷用語などを叫びながらあのね、配信をしております。トレッド症候群の方、ご理解いただけたらと思います。それではやっていきましょう。デッドバイデイライト参加型でございますトレッド症のゲーム実況者、小田中太一さん、27歳。彼を悩ませている難病が、おまんこおまんこおう、おいおう、しね、お、こんにちは、おはよう、しね、おい、ブス、しね、おはよう、マンク、おい、ブス、ね、しね、おまんこ、おまんこ、ブス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 、しね、マンク。自分の意思に関係なく、卑猥な言葉や挑発的な言葉を発してしまう、お現象。女性器を公共の場で叫んでしまう、理解してくれる方が珍しいケースが多いですかね。おまんこ、こんにちは。おはよう、おはよう、こんにちは。見た目では分かりづらい難病、トゥレット症。トゥレット症候群が世界に広まって、あっあっとかって言ってても振り向かれない、そんな世界を僕は望んでるかなっていうのはあります。トゥレット症でも当たり前の生活を送れる社会にしたい。ということで16名様いらっしゃい、今回はトゥレット症のゲーム実況者、小田中太一さんの1日に密着しました。プロフィールをね。午前11時、太一さんのご自宅にお邪魔しました。あ、どうも、おはようございます。あの初対面の人とかに、これだけ最初言っておきたいんですけど、初対面の人とかだったら結構なんとかさんとか名指しでこう死ねだとか、その、まあ、体型に関わることでしたりとか、ちょっと汚い言葉を言ってしまうんですけど、何卒理解していただいたらって思います。決して自分の意思とは関係ないんで、よろしくお願いします。お願いします。太一さんとの対面はこんな挨拶から始まりました。やっぱ初対面の人たちだとやっぱり理解されないっていうか、びっくりされてしまうっていうのもあるんで、必ず説明するようにはしてますね。その当事者の人たち以外はなんだこいつって思われちゃうことが多いので、高校生ぐらいの時からもう説明するようにはしてるかなっていう。あ、どうぞ。多分別に何もない部屋ですが。まあ明日のジョーを結構そのフレーズが好きで、まあポスターとか最後のフィギュアとか飾ったりしてて、まあ、結構影響は受けて、ジョーの口癖がへへっていうのがありまして、はい、まあ、結構影響を受けたアニメの一つではありますね。あとはなんか知らないアニメ、マンコばっかりですね。おマンコさん、こんにちは、おはようございます、こんにちは、おはようございます、こんにちは。マンコ、おマンコ、うんこして、おびっくらすぞ、これやろ、おい。音声チックっていうのと運動チックの2種類がありまして、その、まあ、音声チックっていうのは皆さんがこう深呼吸をすると同じようなくらい無意識に、あ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 とか、うとか、とか高い声が出てしまったりとか、まあ、そういうのを音声チックで、運動チックっていうのはこうカッとかピュッとか体がこう勝手に動いてしまう、なんかこう肩をちょっと動かしたり、あと目をパチパチしたりとか、僕もあるんですけど、こういう目をパチパチしたりとか、そういうのを運動チックって言って本当に悔しい。音声チックと運動チック、なんで弾けないの。2つの症状が自分の意思に関係なく1年以上続いた場合にトゥレット症と診断されます。マーコ、こんにちは、おはよう。原因は未だ解明されていないため、完治させる治療法は見つかっていません。そして太一さんを最も悩ませているのが、はい、おはよう、マンコ、おマンコ、おい、ぶっ、おい、おい、ぶっ殺すぞ、マンコ、おはよう、ちおはよう、おはよう、おはよう、マンコ、おい、おはようございます、湯原さん、こんにちは、おはようございます、おい、湯原、おはよう、マンコ、おマンコ、おい。自分の意思に関係なく突発的に卑猥な言葉や挑発的な言葉を口にしてしまう、音声チックの一つ、お現象。本当にお現象は悩まされてますね。警察に通報されたこともあって、誤解を招いちゃう
本人の意思でもないし、自分は悪気があってそういうことを言ってるわけでもないのに、なんでそんなことを言わなきゃいけないのかとかっていうのはあります。場所を選ばず突発的に口にしてしまう語源、太一さんには苦手な場所があるそうです。いや、やっぱり電車とまあ今じゃもう行けないですけど、電車、映画館、図書館、トゥレット症候群を殺しに来る場所みたいな、静かにしなきゃいけないのが当たり前な場所っていうのがそうですね。まあ、あとやっぱ人混みとかですよね。なので太一さんは普段は本当滅多なことがない限りは外は出ないですね。怖いもそうですし、やっぱ誰かに見られる、何かを通報されるんじゃないか、あとやっぱこう自分に対するこの人から見られる負荷とかストレスとかそういうのもあったので避けてましたね。あと女性が前からこう歩いてきたら、その人すれ違いざまにこうあっとか、なんかその女性器を叫んでしまったりとか、あとその女性じゃなくても一番コンプレックスであろうっていうところを言ってしまいますね。現在はトゥレット症のゲーム実況者として活動する太一さんですが、高校卒業後はバンド活動をしながらアルバイトをしていました。しかしとある印刷業者さんに勤めてまして、症状が出るもんですから、こう全身にサポーターみたいのを当ててたんですよ。両肘にサポーターで、マウスピースもして、首にコルセットも巻いて、腰にはぎっくり腰の人がこうつけるような感じのコルセットを腰と背中に2枚巻いてました。力ずくで押さえてて、そんな風に仕事やってたら悪化しちゃって、まあ、ギターをやめざるを得なくなったという。唯一好きでできてたものだったので、やっぱね、悔しかったっていうのがありました。本当に悔しかったですね。無理やり症状を抑え込んだ結果、トゥレット症の症状が悪化、引きこもりがちになってしまった太一さんが思いついたのが、トゥレット症候群で、まあ外も出れない、まあ、仕事もできないってなれば、やっぱ家でしか何か今の状況はできないなと思って、で、まあ、昔からゲームが好きで、ゲームで何かできないかなみたいなトゥレットをカミングアウトしながら広めながら、配信活動を今やってます。約1年前から動画配信サイトツイッチでトゥレット症のゲーム実況者初恋さんという名前で活動をしています。午後12時半この日、外出が苦手という太一さんが向かったのは、これからはトゥレット症候群の当事者会、同じそのトゥレット症候群持ってる人の集まりに電車に乗って行こうかなって思ってます。今回初めて当事者会に参加するという太一さん、まあ、人の目とかそういうのも気になりますし、いや慣れた場所ではないので、そういった症状も悪化するのは分かってるけど、やっぱトゥレット症候群ゲーム実況者っていうので、まあ、配信を始めて名乗るんだったら、他のトゥレット症候群患者さんのことも知っておきたいなとか、自分はトゥレットだけど、まあ、逆にトゥレット症候群を武器にしてこうやってやってるんだよっていうことも、ちょっとその当事者の人たちにもちょっと言いたいなと思って、まあ、当事者会、あ、マンコこんにちは、参加しようかなって思いましたね。自分の状況とかも説明したいですし、あと他の患者さんのその意見とかも聞きたいなって思ってそういった草木、配信活動を始め、トゥレット症との向き合い方が変わったという太一さん、外出するときにはあるものを必ず持ち歩くそうです。こういう時に叫びの唾は本当に便利だなって思います。あ、もう絶対持ってきますこれがないと突発的にわってすごい大きな声が出したくなった時とかは、絶対にこれ、いや、なんかパッて取ってパッて口に当てないとまずいことになるので、マイク。そして大通りに出るにつれ、症状は激しくなっていきます。
よいしょ、マーク、マーク、おはよう、死ね、死ね、ブス、プチ、チ、マーク、ブス、障害者、おマーク、女、マーク、ブス、殺すぞ、ハゲドム、バーカ、ぶっ殺してやる、死ね、いや、死ね、セックス、おマーク、あ、おはよう、おマーク、おマーク、おい、おう、死ね、お、こんにちは、おはよう、どうしたブス、お前ブス、ブス、ブス、死ね、ブス、おいブス、死ね、おいブス、死ね、おはよう、マンコ、おいブス、死ね、おマンコ、おマンコ、ブス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 、死ね、マンコ、ブス、死ね、おマンコ、死ね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 、これがきついんですよね、本当にきつい、でも割り切るしかない。人の目が気になるほど出てくるお現象。お現が出てこないようぐっと声を押し殺します。高校の時はこっちと向こうのドア両方閉め切って隙間で僕一人地獄の10分間毎日いましたね。なんでこっち側なんだろう、向こう側の人間でやりたかったとか、そういうことはいつも考えてましたね。乗車して30分、ようやく目的の駅に到着。地獄の時間電車はやっぱ本当に僕からしたらただの地獄の時間。こうやって電車降りた後、こういう木々とかがやっぱ本当にちょっと癒されるんですよね。午後2時半、トゥレット症・チック症交流会がスタート。今ではゲーム実況者として前向きに活動する太一さんですが、症状が出始めた頃は。トゥレット症候群の症状が出て始めたのは小学3年生ぐらいから、最初はなんかまあそういういわゆる音声チック、あーとか、お、う、あ、みたいな、う、う、って、まあとある先生に言われたのは、まあ壊れたラジオって言われたことがありまして、壊れたラジオってそれ今だともうすごいことだと思うんですけど、壊れたラジオってその先生には言われたことはありましたね。中学校の頃は、まあ、はっきり言って友達はいなかったかなっていう、本当理解してくれる人が本当一人二人ぐらいいたっていうぐらいではありました。中学生の頃は音声チックの症状が中心だった太一さん。しかし高校生になるとさらに太一さんを苦しめるお現象を発症。当時のことを太一さんのお父さんは、小学校ぐらいまではまあ、よかったんですけど、今度思春期になってその女性器の名前とかそのよからぬこととかそういう知恵を覚えちゃうとそれを連呼するようになっちゃうんですよね。まあ、病気だとは分かってはいるんですけれども、なんとかなんないのかと、で、まあ、強く叱ったりとかもしましたね。いやもうなんでこんな変な病気があるんだろうって、奇妙な症状なので、でもそれはもうやっぱショックでしたよね。あの見た目じゃあんまりよくわからないし、理解もするのも難しいし、症状に対してわざとやってるのとか最初は本当そう思いましたね。はい、もうびっくりすることだらけでした。家族でも最初は理解しがたいトゥレット症。お父さんは今でも後悔していることがあるといいます。一回僕もその言っちゃいけない言葉を言ってしまったことがあって、障害者めっていうことを言っちゃったことがあるんですよ。
僕は知らなかったんですけど、その後の家内の前で涙こぼしながら障害者障害者障害者って連呼してたっていうのを聞いて目が覚めたというか、俺は一体何をやってるんだろう。まだ高校出たてぐらいの頃ですかね、18区の頃だと思いますね。その後その部屋で壁殴ったりとかかなり荒れてたみたいなんですけど、まあ私のせいですよね。一番言っちゃいけない言葉を言ってしまったんですね。猛省しましたよね。すごい激しい喧嘩をした後に本人は部屋に戻って、多分障害者障害者とか自分で多分部屋を蹴っ飛ばしたと思うんですよ。その時のことだと思うんですけど、その時はもう抱きしめましたね。大丈夫だよってこうやって、でたら分かった、俺ちょっと外に行って頭冷やしてくるからって言って、息子の方がもう冷静になって、はい、そういうことありましたね。はい、当事者である僕も辛いですし、トゥレット症候群を持った母親父親っていうのもやっぱ辛いなっていうのも僕自身も分かりますし、お前こう、おはようこんにちは、おはようございます。まあだから、まあちゃんと産めなくてごめんねとかって風に母親に言われた時もありましたね。まあ別にそんなのはいいんだよって風に僕は言いましたけど。午後5時、トゥレット症チック症交流会が終了。この日は総勢80名以上の当事者や保護者の方々が参加。当事者たちの症状や悩みはそれぞれ違い、意見交換をし理解を深めました。同じその病気を持って戦っている当事者の人たちとのいろんなお話も聞けたので、他の人はこういう形で頑張ってるんだなとか、いろんなそういったことを聞けて、まあいい機会だなって思いました、改めて。そして苦手な電車に乗って帰宅。無理やり、そうです、トゥレット症候群をこうちょっと動かないようにしたりとか、こうちょっとこうやって我慢したりとかすると、後々その反動っていうのはありましたね。30分後下車すると、マーコ、みんなブース、マーコ、みんなブース、死ね死ね死ね、マーコ、みんなブース、死ね死ね、マーコ、死ね、マーコ、みんなブース、マーコ、死ね死ね死ね、おはよう、お前、マーコ、死ね死ね、みんなブース、死ね死ね、おはよう、こんにちは、死ね死ね死ね、おはよう、あ、マーコ、あ、死ね死ね、クソ、お、あ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 、帰りの方が全然、いや、まあ行きも辛かったですけど、帰りの方がちょっとトレットの線ちょっとキュッてひねられた感じみたいな感覚で、まあでもこれで電車が辛いなっていうのは分かったんじゃないかなみたいな。午後7時、夕食の時間です、はい、しかし人前では食事も落ち着いてできないと言います。でも僕の場合はこの食べた後に口のものをこうやってあーって開けて見せたくなるようなチックがあるんですよね。それがだから結構人前だと恥ずかしいっていうか、見せたくないと思うと見せたくなっちゃうみたいな、そういうのは結構ありますね。うん、今みたいにこういう風にさすがにちょっと口の中はあれですけど、口の中の食べ物を見せたくなってしまう。だから人前で症状が出た時はすぐ横向いて手で押さえて口を開けるみたいな感じで対処はしてます。でもたまにいるんですよ、なんか、いやお前そんぐらいだったら大丈夫だろうみたいな言う方が、その人たちは当事者じゃないからわからないだけであって、実際になってみたらどんだけメンタルをやられるか、外にも出れない、出たいのに遊びに行けない、働きたいけど働けない、お金がない、買いたいものも買えないってなってくると、やっぱりちょっとなんか、あ、なんだろうな、悲しい気持ちにはなりますけど、やっぱでもそれでもなんか諦めちゃったら終わりだなみたいな感じはします。午後9時、ゲーム実況配信の時間です。私はツイッチっていうツイッチって配信サイトでやってまして、たまに YouTube でとか
主に YouTuber そのアップロードした動画を上げるだけで。誰が来た？お、ガバ君いらっしゃい。はい、ってことで今日もやっていきましょう。デッドバイデイライトの参加型あ、松本さんもお疲れ様さってことでね、来てくれてありがとうございます。お、お茶さんもこんばんは。ちょっと雪だるま投げないでちょっと今配信中、ありがとう。あ、お茶さんもお疲れ様。12名様いらっしゃいます、こんばんは。トレット症候群のこと、プロフィールに記載しておりますんでね、よかったら僕にご確認してくれたら幸いでございます。少しでも理解者が増えてくれるといいなっていうのは夢でもありますね。トゥレット症の理解者を少しでも増やすのが夢。配信してなかったらその一人にはトゥレット症候群のことは絶対行き渡らなかったので、配信っていうのを選んでよかったなっていうのは本当に思いますね。症状が出てても理解してくれる人がついてくれるリスナーさんで、私自身もトゥレットを隠さなくて済むと少なくとも今配信っていうのが自分においてできる最低限なことなのかな。配信を通してトゥレット症候群を広めるっていうのがまあ一番できることかなって思います。トゥレット症でも当たり前の生活を送れる社会を目指し、太一さんの活動は続いていきます。この番組は公益財団法人日本財団がお送りしました。